国と沖縄県が法廷で争う事態になります辺野古埋め立て承認を県が取り消したことを受け国が取り消しは違法として提訴しました先ほど尾長知事が会見し強く非難しましたこの度の訴えの提起は法律に基づくものとものであるとはいえ沖縄県民にとっては 銃剣とブルドーザーによる強制接種を思い起こさせるものであります国土交通省が福岡高裁那覇支部に尾長知事の処分の取り消しを命じるよう提訴したことを受けて沖縄県側も国に行政訴訟を起こす方向で検討しています国と県が訴訟を起こし合う異常事態となる可能性が高くなっています